ビゴル・ラメーツやカルチョは、イタリアのラメーツィア・テルメをホームタウンとする、サッカークラブ。2016から17シーズンは、エッチェレンツァ・カラブリアに所属している。1919年、カルロピエ・トロばかりによって、US ビゴル・ニカストロとして創設された。ユニフォームカラーは、上が白と緑のストライプ、下が白であり、白は中性、緑は希望を表している。 1993から94シーズンのセリエ C、ニジローネーでしたから2番目の順位に終わり、降格が決定した後、経営破綻した。1994から95シーズンは、プロモツヨーネに所属した。1995年夏、1994から95シーズンのカンピオナートナチオナーレディレッタンティに、所属していたレアルカタンザーロのライセンスを取得し、 コンプレンソリオビガーラメツヤとして再創設された。2013から14シーズンはレガプロセコンダディビジオーネのジローネ B で8位になり、2014から15シーズンはレガプロに所属した。ありがとうございます。